先ほどの続きです。今ね、ダウンタウンですね、商業施設が、確かね、あるあたりに、ね、今入ってきましたけども、ですね、ここもね、ポツポツですね。アメリカは意外とね、ダウンタウンというとね、こんな感じにね、一方通行ですね、交互でね一方通行になっているようなね、作りが典型的ですね。今ねどうでしょう、今ここね左は、今そうですね、ロンスターってねついてるこれ、ダッチのラムのね五輪に、4本ですね、タイヤがついてるね、かついトラック走ってましたけれども、今ねここ右側にね消防署がありますね。今ね、消防車がね、ちょっとぶつかりそうになりましたけども、そしてもねこれ今先ほど言ったようにちょっと、一方通行だったのでね、今危うく右にね曲がってしまいそうになりました。これ一方通行でしたね、またここもね。なんでね結構ね、アメリカのね、ダウンタウン、まあこれダウンタウンっていうのはここかなりね小さな、寂れた田舎町のダウンタウンなんですけども、そんなところがね結構大きな都市のねダウンタウンも含めてね、こんな感じで一方通行がね交互でね、なってるところがね多いのでね、ちょっとね走るとき気をつけないと意外と危なかったりします。今ねここアベニュー C ですね、 C アベニューとかにね今入ってきましたけれども、結構ねどうでしょう、カフェかなんかあったりとかね、おそらくまあ平日のね、今お昼前ですもんね、おそらく、おじいちゃんおばあちゃんとかね、この辺りに長く昔から住んでるようなね、そんなような人がね多分ここ今、ちょっとしたようなね朝食かなんかはね、食べに来ているのかななんてね、思います。Approaching a railroad crossing. そうですね、左にカフェがあって、今ちょうど先ほどちょっとねお話しした、貨物がねちょうど走ってきましたね。今ねどうでしょう、先頭がね今、ずっと走って、その先にね貨物がね、走ってますけど、今ちょうどこう今ね左側左右駐車場がね、駐車場にパーキングスポットがありましたので、ちょっとねここに止めて見ようかなと思います。窓を開けて、今ちょうどねこの先に赤い車がね、線路で待ってますけどね、結構ね多分これ、あくまでね、時間がねかかるんじゃないかなと、ね、思います。まあもうざっとねどうでしょう、340ぐらいはね今貨物通過してるのかなと思いますけどもね、アメリカで貨物列車っていうとよくねグラフィティって言ってね、よくねギャング同士の縄張りをこう表すようなね、今ちょっとね、今そのグラフィティ書いてあるのがちょっとね分かったり見えたり しますけどね、結構ねやられちゃってるものは結構多いんですけどね、この貨物はねあんまりねそういったようなグラフィティ、スプレーペイントねあんまりされてるのほとんどない感じですよね。ですのであんまりねこのどうでしょう、この貨物はあんまりね変な話、ニューヨークとかね愛業ようなねちょっとね、治安の悪いようなところのね、どうでしょう、停留所とかね、そんなところには普段ねあんまり止まってないのかななんていう、そんなね感じがします。今ねここ今左手の方にね今どうでしょう、ちょっとしたようなね今赤
回ね、これ昔のまあ列車とね、多分ここね、ローゼンバーグの街のね、ビジターセンターかなんかっぽいですね。今ね、あの、そうですね、今ね、貨物はまだまだ、続きそうですので、今車がまたね3台ぐらい待ってますけども、ね、こんな感じで今、目の前に見えるのはね多分、ローゼンバーグのこのビジターセンターっぽいですね。あ、今ね靴が意外と短かったですね。今踏切が開きました。今こんな感じでね、まあ、これがね、意外と典型的なヒストリカルなね、ダウンタウンのね、ちょっとこう通りですね。よくねアメリカのこのようなぐらいの街にはね、見かける感じの雰囲気です。ガソリンをね、廃棄にね来たねちょっと、理由なんですけども、今ね結構いろいろとこうたくさんランプランタンが、到着してましたので、相変わらずね、まだまだ燃料が残留してるね、ランプランタンストーブ等いろいろありましたね。それをねとりあえず発送するにあたってですね、廃棄をしなきゃいけなかったんですが、もうね、廃棄するためのタンクがね、蛍光管ですかね、もう満帆に、ね、なってですね、廃棄できなかったのでね、それでちょっとね捨てに来ました。ここ今ね、左に見える、ここちょっと何のあここですね、ここもねアンティーク&コレクタブルって今ね、書いてありますけれども、ですね、今ね何か店のおばちゃんだかそれとも何かこう売りに来た女性かこんな感じでね今、これアンティーク屋さんですね。ここ今ねほとんども全てがね、アンティーク屋さんがね、立ち並んでるところなんでね、たくさん、あります。今日はね実は今ね呼びたいとこなんですけれども、寄ってしまうとね多分ちょっと時間をね費やしてしまいそうな気がしましてね、あえてね行きたい気持ちを抑えながらね今スルーね、ちょっとね今日はちょっと忙しい一日になる予定ですのでね、今日はね今ねこんな感じでドライブするなしながら、見ていただこうかなって思います。今ねここ左が、右がカフェですね。そしてまた、その先今アンティークショップですね。ここ今アンティークショップで、そして、その隣もそうですね、まだねここは今空いてないみたいですけど、今時間的にね多分、のんびりしたね、街ですのでね、ようやく10時過ぎとかね多分11時ぐらいになったので、開くのかななんていうことかと思います。そうですね、この辺りもまたずっとね、ずいぶんねこれ、車がね止まってますね。ずっともうアンティークショップですね。
まあ、あとはね結構意外とね、まあ、小さなね、こんなような小さなシトリカルな、タウンがですね、あえてねこう残してるっていうことも もちろんあるんですけども、そんな感じでね意外と、こういうね、まあ、昔ながらの雰囲気のところでねこうされるね、近くに住んでる人なんかもね結構いたり、しますので、ね、多分ね奥はね結構、まあ、女性とかね、まあ、子供の世話をして今ね学校に、もしくは保育園に預けてねちょっとこう時間が、あるようなね午前中から夕方ぐらいまでねちょっとお友達ちょっと行ってみようかみたいな感じでね、来たりするような、場所を、まあ、手軽なね場所です。ですね、そうすればねここ今右に曲がって、確か帰るんでしょうね。そうですねこっちですね。先ほどまた、走ってきたね、道をね、まっすぐねこれ一本道なんですけども、これも一本道まっすぐ行くだけですね。スピードをね、こう出しがしなんですけど、意外とね、ここね、
ましたけれども、こんな感じでね、郵便屋さんがね、走りながら止まって、郵便物をね入れてくるなんてね、そんな方法です。ですのでね、アメリカの実は、郵便局のですね、配達用の車っていうのはですね、実はハンドルがね、右ハンドルです。ですのでね、左側だとね、運転手の人ももちろんと届かないのでね、右ハンドルにしておくとね、そのままの様子でもね、先ほどあったポストにね、ちょちょっと近づいて、あとはその車からね、配達物をね、投函できるのでね、そんな形でアメリカのね、郵便局の車は、実はね、右ハンドルになってます。随分とね、花機器を求めにもね、買いに来てる人がね結構いるみたいですね。一応ね、今週末のね日曜日にね、家族とね、ここにね、ちょっと買いに来ようかなってね、話をしてるんですけども、ね、今先があってね、ちょっとね、ついでなんでね、見てみたいと思います。ここですね、これ EG とかエンチャンティッドガーデン、こんな感じのね、非常にね、雰囲気のあるね、園芸屋さんですね。ですのでね、大型店のね、結構大型、ホームセンターみたいなね、ところもね、たくさんあって、同じようにねこういったようなものを売ってますけどもね、やはりね、ここはね、専門店、もう園芸屋さんのね、これ1本でねやってるところですのでね、こういうところの方がね、いろんな種類がね、ありますんでね、そんな感じでね人気があるようです。あとはここはね、隣接するね、ところでもね、実際植物をね育てたりしてるようですのでね、そんな感じで木々もね、生き生きとっていうかね、いいものがねここ多いみたいです。こんな感じでね、テキサスらしくトラックだらけですけれども、今日一応ね、そういえば
かね、ここはね、今ね、そこの目の前のね、今ね、ちょっと昔のガソリンポンプなんかが、飾りで置いてある、あの辺りだと思いますけども、ここね、意外とヤギとかね、そんなものもね、実は、いてね、子供なんかもね、連れてきてね、遊ぶのもね、意外と楽しい場所でね、夏なんか、シェーバイスとかね、かき氷ですかね、日本でなんかもね、売ったりとかね、して意外とね、アットホーム的なね、園芸屋さんです。今ね、お父さん、いろいろとね、買って運んでましたけども、車に積み込んで、そしてまあね、買って植えると、そんな感じですね。一応ね、サボテン類がね、寒波でこの間、全部ね、残念ながら、いい感じで、ね、育ってたんですけど、ね、やられてしまいましたのでね、日曜日はね、そのあたりをね、ちょっと買おうかなってね、思ってます。エンチャンティッドガーデンですね。しかね、ネットで調べてもらうとね、ウェブサイトがね、ありましたのでね、詳細はね、見ていただけるかなと思います。スピードリミット55マイルですね。約ね、85キロぐらいですね。今ね、だいたい今50マイルで、ね、今ね、制限速度でね、今ね走ってますけども、さすがにね、この辺りね、50マイルっていうとね、かなり、ノロノロ運転みたいなね、スピードなんですけども、故意にね、結構ね、先ほどみたいにね、後ろにね、ぴったり疲れてね、陰湿なね、そういう煽りってことではないんですけどね、結構ね、後ろにピタリとつけられたままね、走ってくれる場合があるのでね、その場合はね、とりあえず今ね、こんな感じで今、補強しできる車線にね、来た時にね、抜いてもらって、お先にどうぞっていう感じでね、行かせるのが、賢明ですね。新芽がね、
と思われるぐらいのね、スケールです。今ねここにちょっと今一軒ね新築でこれ、今建ててますけど、これもね全部ですね、一つのこれ家ですね、すごいね多分20部屋ぐらいあるんじゃないかなって思うぐらいのね、すごい大きな家です。このあと、今ね、11時前になりましたんでね、あと、まあ、11時ぐらいからねちょっともう作業を始めてね、その間ちょっとねビデオ編集をね、しようかななんて思いますけれども、まだねビデオ編集なんていうのは、まあ、今までね、ほとんどやってなかったので、うまくできるかわかんないんですけれども、キャプチャーをね入れられたら、入れてみたいなと思います。その今ねこの動画を今この部分までね、見ていただいた方うまくね、言った場合はキャプチャー入りでね、ご覧いただけたのかと思いますけれども、そんな感じでね、今日は一日過ごしていきたいと思います。